姿を撮っていきます。これインドさんですから、結構ね、姿がないんですよ。はい、こういうふうに全部撮っていきます。さあ指を切っていきます。
で、それから塩。詰めていきます。おのおの、ちょっと難しいから。はい、以上です。はい、高野豆腐を入れていきます。うわぁ、ちょっときついかな。落としてボタンを押してさあこれで20分ほど煮込みます。しばらく辛抱ですね。そして硬い方が煮込みます。こちらは先に炒めていって出しにします。茎の方が茹で上がりました。はい、残り半分のほうれん草の葉の方はこういうふうに入れてさっと茹でします。さっと茹でました。葉の方ですから柔らかいですね。これをこれで持ってって。
うわ、だいぶ煮込んできましたね。いい感じです。さあ、ここで火を止めて、で味を含ませます。出来上がりました。